ちらの特徴なんですけれども、一番の特徴は今まで山下にはなかったフローティングボディのドロッパーですね。で、次に特徴としてはですね、このスリムボディですね。スリムボディということでイカが非常に抱きやすい、形状になってます。姿勢なんですけれども、やや小浮きしてフローティングで浮いてきて、やや斜めに浮くような姿勢で、静止します。この姿勢で静止することで、イカがこう下からアタックしやすい姿勢を作り出すことができます。で、サイズの方ですね、95ミリのサイズになっています。このサイズはだいたい小型の小さなイカから台剣ですね、大型のイカまで全てのサイズに対応するサイズになっています。カラーの方ですね、カラーの方は全6色です。で、ボディの方がですね、こちらの紫ヘッドの方がケイムラボディで、赤ヘッドの方が夜行ボディの計6色になっています。ボトムついたら 1,2 メートル上げて、まずステイさせます。アッパーの場合はフローティングタイプなので、こういったロングステイとか、あとはどちらかというと誘い上げていく方の誘いに特化したドロッパーですね。誘い上げた後、手がさらにふわっと上に浮くっていうような感じで、さらにイカを誘っていくっていう感じなので、誘い落とすよりは、誘い下げていくというよりは、誘い上げていきながらイカのレンジを探っていきます。で、今はもうまだ明るいんで、ボトムから10メーター以内ぐらいを、上下に誘いながら探っていきます。結構ロングステイでもドロッパーふわふわ動いてるんで、結構ね、しばらくじっと待っててもこのドロッパーの場合は効果があります。特に低活性とか、こういった明るい時間のまだ活性が低い時っていうのは、こういったロングステイが効くので、明るい時間帯は、ね、こうやった誘い方を中心にやってもらえればいいと思います。だいたい目安としては 2,3 メーター上げて 7,8 秒ステイですね。ドロッパーがしっかり安定するまで。水深がだいぶ浅くなってきましたね。これも結構ロングステイで持ってきました。結構ね、サイズもいいマイカですね。レッドヘッド。座りましたね。ありがとうございました。ダブルですね。感じでアピールイエローの方と両方についてました。ちょっとジャーク&ステイでテンポよくちょっと探っていきます。はい、やってきましたね。触りました。できてましたね。結構ロングステイがやっぱり効いてる感じですね。よし、もうラッシュホワイトで、連発中ですね。はい、こちらの新製品のアッパー、低活性のイカから高活性のイカまで、また小型のイカから大型のイカまで、全て対応する新しいドロッパーですので、ぜひ使ってみてください。